はい、うどんです。の今日は野村の野望大使やっていきましょう。ですね、今日ですね、新ダウンロードコンテンツのシナリオで長篠の戦いが追加されたんですよね。で、早速ダウンロードしてきたので、長篠の戦いをやっていこうという感じですね。ちょっと待ってくださいよ。長篠の戦い、1575年信長包囲網と高城川の戦いの間ですね。75年、実はそんなに前後のシナリオと大きく変わったところはないのかな。まあ強いて言うと、浮田直家が独立しているところって感じかな。あと浅井朝倉は当然滅んでるとして、浅井朝倉足利を滅んでて、この一つ先のシナリオと比べるとやっぱり織田家がちょっとちっちゃいですね。でもあんま変わんないか、越前に伸びてるぐらいかな。こんばんは、よろしくお願いします。まあまずはちょっとシナリオじろじろ見ていきましょう。よし、さあ、このシナリオね、誰でやるか結構迷ったんですけどね、浮田直家とかがね、結構いい感じの小ささだったりはするんですけど、まあまあ、このシナリオの主役の一人、武田勝頼でいきましょう。東の方はまあいつもの感じですね。こんばんは、よろしくお願いします。我が部、さあ勝頼さん、ただ長篠合戦これの直前なんで、まだ4名神が生きてると思うんですよ。まあなので武田ほぼほぼオールスター対織田徳川オールスターの戦いになりますね。あと謙信健在とかそんな感じです。我が志、強すぎる大将。果たしてみせ。すいません、なんかですね、僕11時から、ポーランド戦っていうのをねすっかり忘れててですね、結構なんか時間2時間で収まるかなって感じなんで、ちょっと早めに始めました。最終的にはまあどうでしょうね、徳川をもちろん滅ぼしたいとして、織田もまあ天下統一が見えたらコテンパンにすれば勝ちみたいな感じじゃないでしょうか。まずこの地図、正幸ですね、軍師。勝頼様こそ虎が名を継ぎし者、最強と名高き武田軍の名、怪我するようなことがあってはなりませぬ。なるほど。で、同盟状況は北条と同盟を、瀬田に橋を建てる。なるほど。つまり上洛ってことですね。信玄の意思を継ぐってことは上洛ってことですね。で、僕はあんまり縛りプレイそんなに好きじゃない方なんですけど、勝頼でプレイする以上は武田騎馬軍団復活ということで、まだ別に滅んじゃいませんけど、騎馬メインでいきましょう。今回鉄砲は使わずに騎馬メインでガンガンいきます。で、謙信と同盟結んじゃうと正直ぬるゲーになっちゃうと思うんですよ。後ろ同盟なんで。こんばんは、よろしくお願いします。まあなので謙信の代では同盟なしにしましょうか。まあ上杉謙信はね、親父の宿敵なんで、まあ実際徳川を滅ぼしたらもうね勝ちは見えたみたいな感じにはなると思うんですが、まあまあまあ多分ね、ここの実際に長篠を攻めた時にどういう戦になるかって感じですね。はい、すいません、上杉との同盟は謙信の代ではなしでいきましょう。まずは上司をあちこち決めていきましょう。駿府は山形が入ってる、すでに小山城、大隈か、まあいっか。で、神原は朝比奈、富士吉田、小山田、中野は初鹿野。いえいえ、すみません、大丈夫、全然大丈夫です。はいはい、まあ謙信とはね、やっぱりここ影勝の代になったら許そうかなみたいな感じですね。で、城主候補は結構いっぱいいるんで、ここはね、さすがの武田の次男を入れましょう。武田の次男クソ優秀ですね。こんばんは、よろしくお願いします。そして飯田城、お、秋山信友、あ、そういえばあれ、お通夜の方はこっちか、あれ、時代的にもうお通夜の方って武田に裏切って寝返った後ですよね。
あれいないな。こんばんは、よろしくお願いします。あれお茶屋って小田にいるのかな。じゃあ全制服部署、あ、この時期まだですか。まだでしたか。すいません、ありがとうございます。ちょっと待ってね。基本で武将、おつやの方のね、あの武将グラフィック大好きなんですよ僕。おつやの方はね、ぜひ仲間、ぜひ捕獲して、捕獲した、捕獲して側室に入れたいですね。お船、おつ、あれ、おふ、おつ、おつ、あれ、おか、おつ、あれいないのかな。あれはて、はてはて、いやでも武将としては存在するじゃないですか。グラフィックは武将になってない。でもでもお茶屋の方ってそんなに若くないじゃないですか。これから、これから出てくるのかな、シナリオ進めてると。うん、そう、相当にね、性別がないんですよこのゲーム、三国志13と違って。相当でね、女性相手ってのはないんで、勝頼で鉄砲使わずの方で、鉄砲使わずの方で。おつやいませんね、少なくともこの一覧の中には。あ、これ あった。うん、いないね。落ちから鬼になっちゃいますね。はてはてはて、まあそのうち出てくれることを祈りましょう。だって女性部長自体は別にオフにしてないんで、お船とか出てますし。で真田の次男をここに入れて、山形はここにいる。ここは大隈で、富士は小山田信重、そして中野は、ここはね、誰入れようかね、真田の長男入れようか。岡も、あ、岡部いるじゃん、岡部さんいるじゃん。じゃあ一条信達も入れましょう。岡部さんどこに入れようかな。高遠城はまだ落ちて、ん、高遠はないんだっけ。秋山信人もいいですね。高遠は仁科、仁科も顔かっこよくなりましたね。というか、あの大使って、あの武田の慶喜もかっこよくなったし、勝頼もかっこよくなったし、仁科もかっこよくなりましたね。基礎はちょっとヘボいですね。上、武田信門はダメだな。これ買いましょう。上原は、岡部さん入れようかな。西、矢沢。あ、千代目がいる。よし、千代目にしよう。はい、深州、あ、馬場さん一人か。で、海津は高坂。砥石は真田の長男。で、小諸は武田信豊。ちょっとしょぼいね。武勇だと、あー、仁科さん、あー、土屋さん、三枝さんを入れておこう。岡部元信強いですよね。岡部はね、最前線に入れたいね。ここに入れましょう。こんばんは、よろしくお願いします。じゃあ岡部には最前線任しましょう。かしこまった。僕ね、あの、すいません。大使のいいところの一つがですね、大国で始めた時の整頓がしやすい。それは大使のいいところだと思ってます。はい。あの、他の信長の野望って、あの、大国で始めた時の最初の整頓がめちゃくちゃめんどくさくないですか？いろいろ。高天神はまだ持ってないんですよね、ゲーム的に。あとは矢沢さん、向井さん、だいぶ落ちてきたな。あ、真田の、こいつがいますね、おじちゃんが。じゃあ、真田のおじちゃんでも、ここら辺、どっかに真田のおじちゃん入れるか。内藤、小畑。そうそう、大国で始める気起きないんですよ。でもね、大使はね、大国で始めた時の最初が結構楽なんですよ。僕あの、天皇山下にの明智とかすごい遊びました。さて、切り札の正幸をどこに入れるかですね。木曽福島、最前線だから木曽福島に入れておくか。よし。OK。かしこまった。曽根さん。はて、それは知らないですね。これで、
一通り大将は、各城の大使は上司はまともな人たちになったはず。よしよし、これでいいかな。ただ砥石がな、信綱か。まあいっか、入れとくか。よしよし、じゃあこれで OK で委任しておこう。農業委任。こんばんは、よろしくお願いします。ちょっと証券、うわー、いっぱいあるな。当たり前ですけど、とりあえず片っ端からね、美味しいところを埋めていきましょう。はっ。で、建設もやらないとね。商人町、とりあえずね、商人町を片っ端から作っていきましょう。はっ。まずは何といっても金収入、何といっても金収入。ああ、そうですね、先方でね、寄り木配置ね、わかります、わかります。よいしょ。かしこまった。こんばんは、よろしくお願いします。なんといってもまずはね、商人町、作れる場所は商人町全部作りましょう。はっ。はっ。はっ。これで全部かな。よし。というか、お金がなくなっちゃった。もうお金がなくなっちゃった。もうやることがない。あとは、配属ですね。さすがに小山田さん一人はあれなんで、小山田さんが突撃か。突撃ね。じゃあ、臨戦と足止めでも入れとくかな。織田信清。織田信清って今の時こんなとこにいるんだ。いやいや、内政はしますよ、鉄砲炉ね。あの牧場いっぱい作りたいですね。あの騎馬隊編成したいんで。お、なんだこれ。おっと、真田昌幸を沼田城主にする、発生してたのか。沼田って上杉じゃん。まあ、あの、いければやりましょうか。やってもいいかな、やってもいいかな。ただこれからの織田徳川と喧嘩を売るっていう時にいきなり沼田かよっていうね。報告いたします。先月の収支です。まずはお、浪人、六角か。まあいいですけど、かたじけない、先方次第ですね。さて、どんどん証券を伸ばしましょう。かしこまった。証券を伸ばしで、あと寄り木が欲しいところは、確か内藤、そう、馬場さんが一人しかいなかったんだよな。馬場さんは、そうなんですね、信清、この時期武田だったんですね、鬼見のだけなんで、そうですね、九州入れておこう。あとは、ガシン翔太がなぜか二人もいる。ガシン翔太って微妙だよな。微妙だな、ガシン翔タン。突撃した。むしろ飯田城にたくさん結構いるな。足止め。お、生スパちゃん、あ、そっか、9時から生スパチャンネルやってるんですね。まあすいません、後で確認します。はい。まあ、いっかなっていう。これで投資は、もうやった。そうなんですよね。結果の、用心がいいです。結構用心好きです。あの、逃げるのにダダダダーっと。さて、次は、まだ商人作れる。あと一箇所かな？あと一箇所。で、次、漁村も作りましょう。漁村三箇所、いいですよ。かしこまりました。で、次は貯水池。貯水池もね、いっぱい作りましょう。で、その後、防類、あの、要所に防類を作って、あとは余ったところを全部、あの、あれです。余ったところは全部、牧場ですね。OK。人の配置は OK で、お？お？ああ、安土、安
さあこの城の工事は、ヨーロッパの最も壮麗なものに比べて劣ることはない。よくやってくれたかな五郎さん。便利屋さんの庭さんがいやでもあの一応の放送は2時間予定なんで、あのこの放送の後そのポーランド戦になだれ込んでください。守りを捨てるなど恐ろしくてわしにはできぬのう。貴様も励め。そうそう、あのこれあれですね、歴史イベントがあの長篠戦いイベントが武田側では起きないんですよね。それがちょっとね正直残念。これより武田側でも起きてもいいのにね。あ、すいません、ですね、今日はですね1本だけにします。申し訳ない。あの明日2本やるんで今日は1本ということで、ちょっとですね早寝したくてですね、やっぱんばポーランド戦見たいというのもあるんですけど、これにて表情を終える。こんばんは、よろしくお願いします。いやー人が多いといいね。あれだね、あそうそう、あのあれですよ、あの今回軍事の方策がたくさんあるんで精鋭農兵とかやれますよ。あのフェニックス本当大変でしたからね。いやー小田さんと全然違いますね本当全然違う、楽だ。いやーこれ騎馬系のやつガンガン上げたいね。騎馬系のやつ、あ、まあ、でまだ出てないのか。よし、さらに増やしましょう。騎馬軍団作りましょう。あと騎馬軍団を作って上洛を目指しましょう。さ、新設、まずまだまだ貯水池作りましょう。かしこまりました。貯水池どんどん作りますよ。かしこまりました。承知いたしました。貯水池、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 わかりました。どんどん貯水池、オッケー。まだあっちに作れる。貯水池、貯水池、承知いたしました。これで貯水池も全部埋めた。あ、で要所にね砦を作りましょう。まず上杉の備えを考えて、海津城の近く、海津と砥石の間に作るか。海津と砥石の間に作っときます。ちょっと一つは。で飯田もね、いやこっちも来る可能性があるか。こっちもちょっと怖いですね。木曽福島の近くにちょっと作っときます。はい。で飯田のそばにも作っときましょう。でこっちも怖い。ここら辺も怖いな。もうすぐ謙信死にますかね。まああの死んだら死んだって感じなんですけど、ここら辺にもちょっと作っとこう。であと一箇所ここ、あお金が尽きた。よしよし、結構あちこちに作りました。ボールイ、もうすでに合戦が始まった。おっと剣女が、剣女、おっと織田家に参加。ちょっと待ってちょっと待って待って待って、それはね、それはない、それはない。これは大阪を攻めてる？あ、石山本願寺を攻めてる？報告いたします。先月の収支です。いや僕ね、実はね、ここら辺のシナリオの本願寺プレイ結構好きなんですよ。あの織田の圧倒的な攻勢を、あの同盟国を集めて石山ごぼうでひたすら迎撃するっていう。かしこまった。さ、おお、あ、加賀を攻めてるんだ。石山本願寺しなくて。ほほう。ここは結構大きな戦になってますね。そうか。ちょっと一回親善状況見ましょう。北条とは同盟で、あれ？そんだけ？そんだけか。そんだけか。いやー、ちょっと、
今いきなりか。いやでも確かにね、岩村を奪うチャンスか。岩村奪うか。今行くか。今行こう。よし、今行こう。そう、飛び地大面はね、どうしてもうまくさばけないんですけど、太一は割とそこら辺が比較的やりやすくなってるんで。もう一つだけ、あ、ボールじゃない、砦だ。こっちの方にもね、一つ作っときたいね。今行きましょう。今行くけど、で、あとは、牧場をね、ここら辺、信濃あたりにたくさん作っときたいね。かしこまった。さあ、牧場、大量の牧場を。はっ。かしこまりました。牧場いっぱい作るぞ。大牧場計画です。これで大武田騎馬軍団を作りましょう。かしこまった。承知いたしました。よし、かなり作った。一回これでいいや。そしてこのタイミングで行きましょう。徴兵とか何もしないけどいいだろう。まずは先制攻撃でこの岩村を奪いましょう。お通夜の方いねえかな。いねえか。おっと、戦国ゴンベイちゃんがいるぞ。ゴンベイちゃんいますね。そして前の忠康か。首相は。いいよ。前兵庫。米は3万3000。もうすぐプラス2万4000。では、宣戦布告。信長め、油断しよったな。国力1位。OK。織田の地に攻め入る。父をも超える我が部、見せるときは今ぞ。姉徳川ね。よし、こんばんは。よろしくお願いします。万栄競馬の馬というとなんかすごいパワフルで強そうな感じはしますね。いや、まずね、織田がね、油断して金剛寺を攻めてるところを、岩村を落とす。こっちの方が高校か。まあ、当たり前。8400対12400。だが行く。勝頼、正幸、馬場信春、これ、三重田でいいのかな。一条、秋山、西名、望月、井出浦さん。で、騎馬隊行きたいですね。騎馬。というか、ほとんど騎馬。てか、三枝か。ありがとうございます。おっと、さすが天球、信繁さん、ありがとうございます。天球はすでに死んでますからね。ぜひ、ノブをギャスンと言わしましょう。井出浦さんだけ、歩兵ですけど、まあ、それがいいだろう。じゃあ、早速、武田騎馬軍団出撃です。出陣する。まあ、まず、息子の信忠をまずは蹴散らしましょう。武田オールスターで。見る限り、利家、お、鉄砲隊やっぱり来てますね。さすが鉄砲隊来てますね。だが、勝頼って確か岩村では結構勝ったんですよね。おっと、二方面作戦やってる。本願寺京音が自ら奮闘し、織田家との決戦に勝利した。なんと、権女勝ったぞ、石山ごぼうで。おっと、秀吉？あれ？秀吉が攻めてる。おっと、ここで権女が登場。本願寺権女と羽柴秀吉が激突。秀吉が勝った。報告します。さ
さてもうすぐ激突ですね。兵力は1万ぐらいの出兵だったんでそんなにたくさん食ってないですね。おっとここ欲しいですね。費用9000高い。あー単語でね現在のポニーを連想しちゃう。確かにそれはあるでしょうね。そういうのはあると思います。あの言葉に引っ張られることは絶対あると思うんで。特殊職かしこまりました。あーそれを考えるとちょっと今月はお金を今月はちょっとお金を控えめにしようか。商人町だけちょっとランクアップして、お金はねとにかく必要ですからね。とにかく必要なお金。承知いたしました。うん、これで来月特殊証券に進出しましょう。さあ勝頼対信忠、まずはここで一戦で信長。次の軍勢がまた石山御坊攻めてる。織田家の軍勢が目前に迫っております。直接決戦の指揮を取りますか。取りますよ。さあそう二世対決信忠対勝頼、森林奇襲。ああそうか、正行やるから森林奇襲可能なのか。お任せくだされ。これは森林奇襲しましょう。正行と馬場信春の奇襲部隊、秋山信友。ああここは望月使おう。よしよし。まあ当たり前ですけど啄木とかないですしね。お任せくだされ。武田ってあの武田っぽい戦術ってきつ、敵が陣を張っている。さあまずはあそこ奪いに行きましょう。覚悟せよ。そして森林奇襲部隊をどう動かすかですね。攻め、あの守りの森林奇襲はすごい便利なんですけど、攻めの森林奇襲の場合は、おクルクルしてますか。お覚悟願おう。まあちょっと右に集中しようかね。そう始めるぞ。森林奇襲ってあのどっちかつ守備向きですよね。よく考えたらちょっとどう使おうかなって感じはしますね。うん、まあちょっと敵の動きを見つつ考えましょうか。行くぞ。さあ、あ一人動かすの忘れてる。さあ前の長安、前田利家が左翼を守ってる。これクッキーか。これは明智秀光。森林、あの守りの森林騎士は強いですよ。いいですよ。中央突破するか。ご命令覚悟せ。中央突破しつつ始めるぞ。うまく森林騎士を使うか。始めるぞ。よいざ進む。これが我が策にございます。ちょっとねこうここの2部隊を中央部隊に狙いましょう。ご命令お覚悟願おう。ご命令を始めるぞ。よし行きましょう。早いですね。やっぱりあの移動速度が速いのかな騎馬。さてさてさて前進して森林奇襲部隊をちょっとここら辺に待機させておきましょう。守りのポジションについてますね。利家がいやらしい、いやらしいやつめ。利家か。ご命令を。覚悟せよ。いやー向こうは B 揃いですけど利家だけ A か。クキがいますね。クキもかっこよくなりましたねグラフィック。
いや、あの小田家、あのこの前やったフェニックス小田と違って、あの敵も味方もオールスターですよね、これ。覚悟せ、策がございます。じりじり前進しましょう。発見されている、発見されている。ゲチ、始めます。僕のリツイートのがいやらしい。やっぱね、敵も味方もオールスターもたまにやるといいですね。これどうしようかな。トシエちょっと嫌なポジション座り込んでますね。まあこう抜けよう。トシエをどうしようかな。あれ、ご命令を。デチ、始めるぞ。ちょっとトシエが動くのを待とう。敵の居所見つけた。見えた。まずあの、来た。お、奇襲。え、何こっち。横槍を入れよ。かかれ。奇襲食らうとはな、まさか。よし、今だ。駆け抜けよう。始めるぞ。おっと、これ奇襲食らうな。これ奇襲食らうパターンだな。秋山が奇襲、というか、正面から来るやつに奇襲を食らうなよって話ですよ、これ。もう、下がりましょう。ご命令を。さあ、これで、この策で出し抜いてくれよ。よし。ゲチ、ここで袋叩きに。我が作家、ご覧ください。突撃、策がございます。突撃、さあ、武田の突撃が始まります。いざ進む。 OK。 見て、あ、鉄砲か。敵の身の知れました。油断した。よし、奇襲、森林奇襲が入った。攻め立てよ。めっちゃ減った。隙を見せた。めっちゃ奇襲が入りました。そしてこれ、あれ、森林奇襲失敗してんな。しょうがない、騎馬突撃。これが突撃。ちょっと後ろを守ろう。騎馬突撃。伸びやつですかね。これが鉄砲か。こうするか。よし、ここは攻略したんで次はこっちへ。ちょっと迂回しつつ、で一条さんはここを落として U ターンしよう。行きましょう。鉄砲か。足止めか。鉄砲ぬ、あ、やばいな。足止め&鉄砲コンボはちょっと痛い。おとり挑発。おっと、奇襲食らったか。信忠だ。覚悟せよ。いや、こっちかな。覚悟せよ。始めます。ちょっと思ったよりきついぞ。おとり挑発食らっちゃったな、ここで。しまった、おとり挑発を食らってるから動けない。ていうか全員動けない。綺麗に決まったな。おとり挑発を綺麗に食らいましたね、これ。うわ、そして鉄砲、これは結構うまいかも。うわ、おとり挑発でめちゃくちゃ引っ張られてる。うわ、これはえぐいことをするな。引っ張られましたね。策がございます。ご命令。策がございます。突き崩せ。おとり部隊がしかものおとり状態で逃げてますね。やりやがる。動けない。撃て。そして鉄砲。時には大胆。知った。攻め込まねばな。だー、違う、やったのか。むしろ
だー、これはいかん。めちゃくちゃ釣ったな。今のは正直うまいな。今のはうまい正直。おとりで釣ってすごい勢いで逃げやがった。ご覧ください、おとり戦法で今の動き方はエロい。ゲチこの策で出し抜いてくれ。息の根止めてくれよ。策がございます、策がございます。ちょっとねこっちの舞台は改装しそうですね。かなり明智にめちゃくちゃ釣られました。ちょっとね正面突破作戦は大失敗でした。悪いがその首もらっていくぜ。いいぜ。一旦引く。敵の居所知れました。うう、今は引くぞ。二部隊回想か。よし、ただ明智は回想させた。ご命令を始めるぞ。お見せしよう。でこれ勝ちよりはそのまま走り抜けましょう。あんまり良くない。ご命令を始めるぞ。ご命令始めます。これがでさっきから鉄砲撃たれてるから一回離脱しよう。覚悟してもらう。ここはもう強引に中央突破するしかないですね。見つぶしてやるぜ。敵も回復させたけど負けるとは。よし、敵のおとり挑発部隊を全滅させました。そして信忠が突っ込んできた。隙を見せたな。信忠突っ込んできたぞ。ご命令始めるぞ。ならば出し抜いてくれ。ならば迎え撃ちましょう信忠を。てかでも勝ち寄りがちょっとやばい。勝ち寄りはちょっと下がろう。ございます。始めるぞ。ちょっとねこれは信忠に直行しよう。ご命令を。よし、じゃこれで行きましょうか。撃て。鉄砲。敵の居所知れました。だが鉄砲ならば。よし、奇襲が入った。ここで不死身の鬼身のと行きたい。不死身の鬼身の。何故不死身か。お主に教えてやろう。いざ進む。そして。覚悟せよ。我が策。ご覧ください。よし。月、始めるぞ。お、方行けそう。策がございます。お覚悟。で、勝ち取りはもうちょっと回復。勝ち取りはもうちょっと回復。覚悟せよ。はい、大使も総大将を落とせば勝ちになります。敵の居所知れました。一部隊改装させた。撃て。鉄砲、さすがに織田家鉄砲が多い。信忠は鉄砲撃たなかった。よっしゃ、よし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 。この戦信忠を捕まえた完全に。策がございます、策がございます。ここで騎馬突撃。騎馬突撃。もうガンガン騎馬突撃。表裏卑怯。ここで表裏卑怯のものがいいですね。そして騎馬突撃。ご命令を。よし、行こう。よっしゃ。そうですね、武田らしいな。武田らしいむちゃくちゃな戦い方。よっしゃよっしゃ。すごい。これはね、武田らしい戦い方だったと思う。もう天下に示す。大国に勝利。もうね、囲んで全員騎馬突撃。今のはいい。今のはね、素晴らしかった。てか面白かった。お、さすが裏臭い。さすがの裏臭いですよ。これ速攻寝返った。ガラシャはね殺せないな。
大久保か、まあ逃がしてやるか。さすがの裏臭いですねこれ。さてできればね落としきったいね。岩村耐久6000、耐久6000か、耐久6000を4800で強行は無理ですよねこれ。ちょっと厳しいな。ガラシャは多分ねもう結婚してる可能性はありますね。ちょっと待ってくださいね、一応見ておきましょう。やっぱり女の子相当したいよねこれ。お市とか旦那いないはずですよ。あ、大丈夫、まだ配偶者いない。さあこれはね、そうね、これ強行するか。ちょっと強行してみます。うーん、まあいけそうではあるけど、いけそうけど、明智光秀と本願寺興行、明智が勝った。これはこうは受けるべきか、これはこうは受けるべきか、これはちょっとね馬、いや馬で釣られたらちょっとねしょうがない。これはもらいましょう。はい、ありがとうございます。はい、帰ります。戻るぞすいません、馬で釣られました。てかちょっとあのちょっと無理そうだったこれ。お、ライデンが報告します。先月の終始です。これよりしかしちょっとやっぱりあの農兵とか増やしてからいかないとダメですね。おっと早速長裏臭い来ましたよ早速の裏臭い。まあもう一回ちょっと転がすか。皆の考えを聞こう。いまいち。良き策だ。あ、今はやっぱりね、今は論議を集中的に行こう。良き策だ。これにて表情を終える。あ、そうそう、ライレンさんとなんか勝手に鉄砲よくわからない打ち方しません？なんだっけ、牽制射撃みたいなやつや勝手にやりますよね。表情活性いいぞ。ここまで欲しいですね、大名発言まで。さあこれで特殊証券を抑えましょう。えい、かしこまりました。あとこれで秋になったらあの農兵増やしましょう。この時ちょっと兵が足りなかった。そうそう、勝手に打って勝手に移動しちゃいますよね。そうなんです、報告いたします。ね、ライレンさん使いにくいんですよ。先月の終始です。徳川小山城を狙ってる。あ、小山城を狙ってる。おいおい、小山プロデューサーの名を冠するなところを。あとはここか。さて、もっと牙を作ろう。もっと牙を作ろう。もっと牙を作るぞ。もう全部ね、牙で埋めるぐらいの勢いで。かしこまりました。かしこまりました。はい、こんばんは。アップデートが来たみたいですね。あのアップデートはただどちらかというと不具合修正メインみたいなんで。そしてあと同時にこの流しのシナリオ、流しのシナリオが販売開始ですね。300円ぐらいです。はい、でもね、すいません、あのかしこまった。あのね、流しのシナリオって言っちゃうと
あって当たり前というかごく普通じゃないですか。できればね、もうちょっとはっちゃけたシナリオが欲しかったな。あのイフシナリオでいい、イフシナリオとかでもいいんで、もっとなんか突拍子もないやつが欲しかった。信長誕生よりさらにもっと前とか、あとそのイフシナリオとかもね。こんばんは、よろしくお願いします。僕ね、イフシナリオ結構好きなんですよ。例えばあの桶狭間の戦いで織田信長が死んだ後とか、なんかそういう桶狭間で織田信長が敗れて死んだイフとかですね。三国志 13PK のイフシナリオ結構面白かったじゃないですか。ちょっとね、おっとダメか。そうそう、三国志 13PK みたいにね、イフシナリオ公文、あ、これ米マーク出ましたね。そういえばこれ、ここから先が赤字だよってマークです。マークが追加された、もしかしてね。これ前なかったような気が。PC 版は7月4日、そうですね。米マーク、これすごい便利。これすごい便利。そうそうそう、天下創世の政宗の太閤の恩ね。で、ここはいくらでも増やせる。かしこまった。ちょっと米収入が少し減ったんですけど、まあまあ。よしよし。米が入ったら次どうしようかな。織田を軽く殴ったんで、本願寺から交渉、通商協定。いやてか本願寺滅ばないこれ。てか本願寺滅ぶよねこれ。あのね、関原シナリオ、僕あのね、創造 PK の関原シナリオってあのシステムとすごいマッチしててよかったと思うんですよ。この大使のシステムと関原のシナリオがマッチしてるかどうかって言われるとちょっと微妙だと思う。どっちかっていうとその群雄割拠向きのシナリオ、あのシステムじゃないですか。なのでどっちかっていうとやっぱ信長、もっとあの過去の応仁の乱とか、まあ応仁の乱は言い過ぎかもしれませんが、もっとそういう北条早雲とかそういうシナリオの方がいいかなっていう。継続発展の商人を増やそう。とにかく承知いたしました。ですね、通商条約を結ぶとお互いの商圏に行き来できるようになるんですけども、本願寺って虫の息で、あと本願寺の方に通商を伸ばしようがないっていうのがまあ第一ですね。そうなんですよ。で、あの自分、むしろあの本願寺が自分の商圏に入ってきてこっちの収入食い荒らすっていうことになっちゃうんで、ちょっと拒否してるんです。まあどっちにしてももう本願寺滅ぶと思いますけど。というかですね、あのいっそさっさと姉が工事を落として本願寺九州に行くとか、そういうのもありなのかな。いやー、待てよー、迷うな。織田と停戦してるうちに徳川を叩くか。というか徳川ってもううちしかないんですよね。軍勢の騎乗コマンドに騎乗機関を追加。なるほど。そうですよね、あの蒼天禄の昔のシナリオ結構良かったですよね。徳川をね、米収入が入ったんでやっぱり徳川かな。かしこまった。金があるからちょっと足軽雇ってもいいかな。かしこまった。うん、いやこれは徳川行きましょう。じゃあやっぱりはっ、そうそう、北条がね今回援軍来れますからね、このここら辺の位置だったら。
でちょっと足軽を増やそう。そういえばこのゲームの徳川ってクソめちゃ強いじゃないですか。よくある徳川四天王と戦うのか。そうか、徳川四天王が相手か。次ははっきり言って織田より強いですよね。かしこまった。よいしょ。はっ。うん、徳川プラス四天王はチートですね。まあその四天王と戦うか。はっ。いや、そしてあの家康自身もものすごく強いじゃないですか。そうですね、織田徳川の人間はね、あの降伏しない限り処刑します。これで徴兵が終わったらね、戦出陣を考えよう。いや、あの信長の野望シリーズ最強の徳川家ですよね、これ。大使の徳川って、あのこと報告いたします。なんだろう、狭い範囲で戦う分にはこれより表情を始める。しかもあの徳川家って対外勢力がちっちゃいから、いつもあの四天王全員とかなんですよね、相手にすると。徳川家が徳川家があのでかいシナリオがあったら逆にそこまで怖くないのかもしれない。良き策だ。よし、論議を増やして、よし、これで大名発言可能に。表情を終える。お、行動増加来ましたね。多様な策はいかがでしょうか。赤備え、いいぞいいぞ赤備え。赤備え欲しいですね。30に55ね。赤来ましたね。農業30、軍事55を目指していきましょう。わー、ここら辺も欲しいんだけどね。欲しいんだけど我慢。直虎はいると思いますよ、あの徳川に。堺、本田、榊原、いい直虎。直政はいないですね。直虎はちょっと考える。直虎はあの側室にして生かしてやろうかな。さて、じゃあ徳川とやるか。やりましょう。もう一ヶ月待つか。ごめんなさい、もう一ヶ月待ちます。かしこまりました。あー、援軍だけの軍団で徳川の本体を釣り出す。なるほど、賢い方法。さ、牧場をまだまだ作りましょう。どんどん牧場を作っちゃうぞ。かしこまりました。はっ。承知いたしました。はっ。さ、これだけ大量に牧場を作ったんで少しは。はっ。ただね、そこまで米があるかって言われるとちょっと微妙なんですよね。まだまだ作れる。よし、まだまだ作るぞ。まだ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 。かしこまった。まだ作れる。まだ作る。まだ作る。まだ。かしこまりました。いや、あの武田騎馬軍団で織田徳川を蹂躙したいと思ってるんで、これで全部埋めたかな。すべて、ほとんどすべてのマスが牧場になりました。よし、これで大量の馬が入るはず。もう国がほぼ全部牧場になりました。あら、佐野攻めるんだ。まあいいよ。まあ佐野のところあるだろう。佐竹、
北条が積極的だな。宇治政がやる気勢ですね。これはちょっと負けてらんないですね。先月の終始です。よし、じゃあ行きましょう。大徳川宣戦布告です。徳川家に宣戦布告。いやいや、まあ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 、まあ、実力実力。しょぼいですね。一応ここら辺が武将が入ったままなんで、ニラ山方だけなら借りられる。北条氏重、氏重一人か。まあそれでも来てもらった方がいいかな。援軍ちょうだい。三崎、金2600。まあまあまあ2600ならいっか。一応下田も、いないよりマシなんで。さあ徳川戦うぜ。長島の合戦か。来ちゃったか、長島の合戦。やりましょう、長島合戦のスタートです。ついに駿府方面の連中が動かないのか、このルートだと。タイトル回収しましょう。武田勝頼、正行、さっきの連中、さっきの部隊ですね。で全員騎馬と思ったら、また井出浦さんだけ騎馬じゃない。まあいいや。16,000プラス12345、もう一部隊は動かせるんだよな。掛川方面、もう一部隊出すか。あ、いやでも1マイナス15,000、これはちょっと無理があるな。ごめんなさい、これはちょっと無理がある。作戦行動できなくなっちゃう。兵糧がちょっと無理がある。まあまあ、長島強行突破でいきましょう。こっちは武田オールスターです。いますよ。三村が滅ぼされた。北条氏政かかった。第二部隊500人部隊でいけばいいのです。なるほど。まあ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 、まずはこの長篠合戦、オールスター同士の戦いを楽しもうじゃないですか。ん？よくわからん動きをしてますね。報告します。先月の終始です。こっちだ。毎ターン軍馬が750入りますね。いいぞ。さあ証券も広げて。かしこまりました。そして開発、金収入がすげえな。金収入がすごい。でさらに、商人街パープ、商人町をパワーアップさせまくりましょう。これは継続発展しまくろう。なんといってもお金だからね。なんといってもお金。プラス、はい、宿場は作っておりません。速攻、大丈夫、いける。かしこまりました。よし。さあ激突しますので、あーでもよくやったら、せっかく借りたからやっぱ出すか。せっかく舞台を借りてはいるんで、編成の、確かに、あ
と500マイナス1マイナス1万か。それでも結構食うな。ちょっとね、内藤さんとかは外解除。陽動部隊、あくまで陽動部隊ということで、かあ、しまった。菊姫隊ね。菊姫隊ね。19日。まあ。こっちは多分直接戦闘しないつもりで行こうと思うんで。駿府はね、駿府から2部隊、あ、駿府から何部隊か出せばいいのか。駿府。で、駿府の向井さんの兵を減らし、もう一つ駿府。よしよし、これでいいでしょう。じゃあ、これで、だいたいみんな20日後ぐらい来るんで、マイナス1万か。まあ、いっか。速攻勝負を決めましょう。さあ、これで決戦かな。もうやったよね。開発も継続発展も一通りやったのか。もう牧場でもやってる。牧場たっぷり鍛えるぞ。よいしょ。まだまだ OK。梶原1300でしたか。まあ。お、この家康に続け。あ、佐野が滅んだ。こっちが先に取り付くのか。こっちが先に取り付きそうですね、これ。いや、ダメか。どうなの？あれ？取り付く？取り付いちゃう？取り付いちゃうよ？これの展開？あ、いかん。これはいかん。これはいかん。行くぞ。ストップ。皆の者、我に続け。こう、くるくるしてますか？佐竹義重。あ、くるくるしてますか？ですね、長篠城を囲んだところで、過酷なところです。元服。先月の終始です。家康部隊は東に行きましたね。それこそ陽動部隊に釣られたかも。あ、軍事と農業。良き策だ。軍事と農業3063。よし、これでいけるか。よかろう。これでいく。これにて表情を終える。我が策、お聞きください。よっしゃ、激突前に赤備えをゲットできました。激突前に赤備え。行動回数増加まではまだまだ遠いね。おっと、村松殿が来たぞ。おっと、やったぜ。いいですね。謙信が不穏な気配。これはね、村松殿はね、なんなら側室にしてもいいのよ。勝家が来てますね。さあ、まずは勝家。あれが徳川家の柴田勝家軍か。こんばんは、よろしくお願いします。まずは勝家を。
たびの決戦だ、森林奇襲。よし、防衛戦、防衛戦の森林奇襲が使える。OK。 異術都市、異術都市を作ってどんどん花増したい。滝川も来てますね。前田刑事も来てる。稲葉さんですね、堀直政。全軍突撃。いや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 、まずはね、まずはね、軽く。これが我が策にございます。始めるぞ。さあ、始めるぞ。伏兵と洒落込みましょう。始めるぞ。覚悟してもらおう。始めるぞ。下地よ、向こうも、まあ、あの織田信長、明智光秀、柴田勝家レベルは来てませんけど、まあ、あ、違う、織田信長は来なかったですけど、援軍なんで。ご命令を。ゆち、始めるぞ。いざ進まん。策がございます。始めるぞ。オッケー。我に続け。そうか、あの米が苦しいのは徳川の方が苦しいですからね、よく考えたら。これあの柴田の援軍も徳川の本体もあれ徳川の米じゃないですか。徳川の方が今2万7000とか出兵してるのか。徳川の米なくなっちゃうんちゃうんか、それだったら。そういえばこれ織田オンリーか。織田オンリーですね。全員織田ですね。能力アップ系の施設は全然作ってません。あのはい、全然作ってません。結構ね、僕ね、趣味プレイでのんびりやるとき能力アップ系の施設結構ガンガン作る方なんです、本当は。あの統率とか武勇とかで、あの育成都市とか作るんですよ。ご命令。育成都市皆さんも作ります、やっぱり。あの能力上がる系のやつばっかり置いた都市で、そこにどんどん育ったやつを放り込む。始めるぞ。お覚悟を願おう。始めるぞ。始めるぞ。あまり作りませんか。なんかね、育てたいやつをそこに入れるの大好きなんですよ。さあ、あ、もうちょっと伏兵部隊前に出すか。意外。ご命令を。いざ進まん。意外にそんなに出てこないな。覚悟してもらおう。よし、じゃあ刑事を襲うか。始めるぞ。覚悟せよ。ご命令を。覚悟せよ。短期早掛けのチャンス。これね、早掛けね、早掛けね、早掛けすると死にますからね、総大将。敵の居所知れました。逃しはせぬ。さあ、刑事発見。策のある者がいるとのこと。よし、ここで奇襲かけましょう。始めるぞ。覚悟せよ。裏から行くか。始めるぞ。こいつらが意外に動かない。いや、動いてるのか、すでに。あ、奇襲が決まってほしい。後ろから回り込んで、決まったー。がっつり入った。お釜を掘った。そしてもう一発奇襲。がっつり減らした。そして攻撃されている。そうですね、僕もあの米のシビアさ大好きです。あの大使のこの米のシビアさは素晴らしいと思います。だいたいあのある程度ある程度戦闘してたらお米がなくなって飽和して米収入を待って、で、壊してっていうのを繰り返しですよね。幕とさせていただこう。叩き、これで撤退するか。よしよし。よし、来た。さあ、血を目が見つかってないな。ご命令を。はい、いや、あの、僕ね、僕ね、
ゲームシステムとしてできる卑怯なことはありとあらゆることは別にやる派なんですよ。覚悟せよ。覚悟してもらおう。さあこれで宇宙始めるぞ。卑怯、表裏卑怯と呼ばれるゆえ見せてやろうか。撃て。あっと至近距離で。しまった、鉄砲か。思い知るがよい。さあ後ろから奇襲が。やりたい前へ。あ、奇襲にならなかったか。ご命令を。滝川、うおっと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 、なんかめちゃくちゃ減ってる。手を打ちましょう。狙い撃ちされたからか。始めるぞ。すげえ減った。お覚悟願おう。ご命令を。この策で出し抜いてくる。足止め。デジ、覚悟せよ。我が策。さあ騎馬突撃開始。デジ、なんか狙い撃ちされたら勝ち寄りだけめちゃくちゃ減りました。戦意はまずいまずい。我が策ご覧くだされ。この策で出し抜いてくれよ。よし、ご勝ち寄りはちょっと離脱しましょう。これは守りが甘いぞ。よし奇襲。放て。あー逃がしたかな。行く。策のあるよしよし。だがこれは勝ったっぽいね。だがこれは勝ったっぽい。始めるぞ。覚悟せよ。策がございます。まあ、突撃。ゲチ、覚悟せよ。覚悟してもらおう。よしよし。手を打ちましょう。始めるぞ。戦はこれからよ。かかれ。よし、これで勝った。もう引くぞ。オッケーオッケー。まずは織田の援軍を蹴散らした。さすがの勝頼さん。我が軍、天下に示す。大勝利。捕獲。芝さんね、はい。はい、芝さんね、うん。まあ、臨戦ね、じゃあもらっとくよ。さて、これでどう動くかですね。ちょっと様子見。動いた。家康が動いた。家康が動いたところを山形が、ケツを掘りましょう。掛川に、ん？ U ターンしてくる。 U ターンしてくるか。さあ U ターンしてくる。これは家康と激突ですね。さあここが本番。ここが本どうかな。さあこんばんは、よろしくお願いします。やっぱり揃ってますね。酒井、本田、榊原、そして井伊直虎に松平信康、利家もいる。いやいや、これはね大激突ですね。いいですね。そして何度も言いますけど、割とあの西野森信の顔が かっこよすぎる。我が力見せてやろう。いや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 、全軍突撃はねやらないですよ。我が力見せて。ここは真田の兵法に乗っかりましょう。正行、馬場、さあこっちの左翼、飯直虎、榊原。よし、飯直虎を集中攻撃できます。あの右翼の方が、いや違うな、忠勝、榊原、酒井、そう、旧西名がね、あのあんまりねかっこよくなかったっていうか。やったりましょう。あ、そうだ、望月千代美できるんじゃないですか、僕いつでも。
望月千代をいつでも即死できるとんでもないことを思い出しました。僕は左翼の方が手薄っぽいかな。あー確かにね、確かにこれは左翼か、これは左翼だな。覚悟せよ、みんな力を合わせよ。よいしょ、始めるぞ。俺は左翼、左翼と戦う。イーナオトラを捕まえたい。始めるぞ。よし、みんな右翼集中するぞ。いざ進む。始めます。お通夜の方を手に入れたらね、あの秋山にあげたいんですけどね。策がございます。覚悟せよ、行くぞ。さあ来た、忠勝、康政、直政、稲政いないけどな、 S になりましたね。そう、秋山もすごい色男になりましたよね。あのお通夜の方を寝取っただけの男はありますよ。これは素晴らしい色男になりました。いやいや、まあせっかくなのし、あの確かにあの武田は割と人材揃ってるんですけど、せっかくな流しの戦いのシナリオが追加されたんで、まあ、あのオールスターバトル楽しみましょうという感じです。はい、よし。いや、一回で完結するのがちょっと怪しい気がしてきたんですけど、まあ割と短期集中のつもりです。2、3回かな。敵の居所、おっと、しまった、忘れた、全軍突撃だこれ。全軍突撃だ。これは全軍突撃、完全に。え、マジかよ、これはいけない。これはいけない、ゲッチ、まずい、逃げよう、とにかく逃げよう。いざ進む。やばい。覚悟せよ。とりあえず誘導してこっちに逃げよう。始めるぞ。いや、これはね、始めるぞ。いや、僕ね、すいません、もうね、何回同じ失敗繰り返してるんだろう。そう、僕ね、最初見たとき、あの前突の感じが、家康の攻撃力ね、まだ見えないですね。前田利家が186、逃げよう、先手必勝。敵の居所、奇襲食らった、これは死ぬぞ多分。抜かった、今ぞ攻め込め。これは死ぬぞ、馬場が不死身じゃなくなるぞ。すいません、そうね、僕ね、前突をね、いまだかつて察知できた記憶がないですね。なんか毎回食らってる気がする。よかった、勝頼見つかってないな、これ。勝頼見つかってない、勝頼が見つかってないならまだチャンスはある。ご命令を。始めるぞ。始めるぞ。これは横からぶっ刺すか。陣自体は別に守る必要がないんで、もうちょっと引き寄せて横から刺そう。お覚悟願おう。ゲチを始めるぞ。これで何ターン目だ、分からんな。策がございます。いや、ちょっとね、不死身の鬼美濃さんは、あ、逃げればいいのか、このまま。まあ、そこまで逃げてもしょうがないから、とりあえず鬼美濃さんは逃げ続ける。敵の居所知れました。これほどとは。減る、めちゃくちゃ減る。今ぞ攻め込め。そろそろ終わるか。攻撃力208かよ。
そろそろ終わる？これこの策で出し抜いてくれ。これちょっと戻ろう。始めるぞ。ゲチオ覚悟せよ。ゲチオ始めるぞ。こんばんは、よろしくお願いします。これ本田井前田か。さて終わっ、いやこれ終わって攻撃力208なの、もしかして四天王効果か。攻撃力218なのは、いやまだ前突残ってますね。イーナオトラが187なんで、あーそうですね、馬だから耐えられたのはあるかも。こいつらが多分こっちに来ると思うんで、ご命令を奇襲かけてやりましょう。いざ進む。ご命令を。よし行こう。始めるぞ。上から奇襲かけましょう。始めるぞ。覚悟してもらおう。本当だ、前の長安の防御力32しかない。よし、ここで秋山が的を打ちましょう。 OK、 これで秋山に突っ込んでくるんで、それを横から、あれあれあれ、知れました。なんで動かないのこの人たち、前突じゃないの。策のある者がいるとのこと。ぬー、出し抜いてくれよ。なんやねん。始めます。前突終わりましたね。策がございます。前突中なのに動かなかったぞ。ババが死にますね。これは行くしかないな。こっちも始めるぞ。くそ、ちょっと しくじりましたね。これは三河武士の意志、身分が良い奥の手じゃ、見せてやる。よし、奇襲を見せた。くそ、馬場さんが放て。やりたい前だが、ガンガン強撃が入ってる。策がございます。策がございます。とか突撃、引き崩せ。滅亡はしてませんが、今徳川相手にえらく痛い目にあってます。これが我が策にございます。さあガンガン行きたい。始めるぞ。ご命令を。よし、いざ進まん。なんとも言えない感じは。守りが、よっしゃ、奇襲が入った。かかれ。お互いもうめちゃくちゃですね。策のある者がいるとの。陣地が2つ壊れたか。これちょっと1回戻ろう。始めるぞ。発見されちゃってる。150、いやー、年を先にやりましょう。策がございます。始めるぞ。策がございます。突き崩せ。かなり気合がもうめちゃくちゃですね。井手浦さん1回下がりましょう。ただ、戦勝を倒すチャンス。ゲッチ始めるぞ。敵の居所知れました。お互い回想だが、よし撤退。戦勝を、よし戦勝倒した。攻め立てよ。一応大きく有利な状況にはなってるんですが、まだ陣地残ってるからね。さて家康をね、どうにかしたい。あとは家康。ご命令。あっちにも、ただあっちにも大軍がいるんだよな。お覚悟願おう。ちょっと休憩しよう。覚悟せよ。下地、覚悟せよ。ちょっとほどほどにしよう。家康無視でもいいかもしれないですね。ちょっとね、家康が消えた。あれ陣地で勝ったよかった。こっちの方が被害が大きい。
珍しいパターンになりましたね。長篠に勝ちましたが結構損害でかかった。父上が討ち取られた。あれ立ちはだかるなら、ああ大久保が死んだ。石川阿部、微妙なところ。まあいいや、もらっとこう。菅沼さん、これってこの菅沼さんってなんか小説の主人公やってましたよね、どっかで。えい、深く。さあ、そして今のうちにさらに取りましょう。出陣するぞ。2つね、ここ長篠と掛川を落とせるとでかいんですが、虎を継ぐ者。強すぎる大将、積極果断。あれ、そういえば僕の志効果知らないか。強すぎる武田騎馬軍団、軍馬を装備した部隊の攻撃力上がる。馬産地の証券から軍馬を獲得できる。ああ、これ素晴らしいですね。積極果断、そうそう、風は三河よりか。そうかそうかそうか、よくご存知でしたね。積極果断、決戦で部隊の攻撃力上がり防御力が下がる。外政重視、領外で行軍時の表彰費が減る。いいですね。決戦に敗北すると戦意と家臣の忠誠が大きく下がる。諏訪四郎さん、負けられないじゃないですかこの人。新府建設、あー、そういえば、そういえば今更なんですけど、つつじヶ崎ですね。剣心、敵が我が領内に向かっております。18,600だが、守りは剣心自身が来てんな。ぬー、軍神来たか。ちょっと待ってね、一応今出せる部隊は7400。高坂内藤ね、950ね。で、戦場的には13,000。くそー、戦いたいけど、これは土下座しよう。ごめんなさい、戦いたかったな。剣心が生きてるうちに剣心とは決着をつけたい。そう、負けたら忠誠下がったのが痛い。留守番部隊でギリギリなんとかなるかなと思ったんですけど、剣心本人来てるんだよな。援軍がね、遠すぎる気がする。あと、ちょっと待って、家康にしよう。逃げ道を残すな。ん？来た。報告します。先月の収支です。兵糧も厳しい。よし。はい、さあ、継続発展しよう。貯水池をね、上げておきましょう。かしこまった。貯水池大事。承知いたしました。かしこまりました。かしこまりました。ん、どうだ。使いの者が来たよ。徳川家より交渉無条件、ダメダメ。我らの勝ちを。
よし、流しの落とした。そして誰も捕獲できなかった。さて、でこのまま吉田城行くと、吉田城、浜松城、浜松行くか。浜松落としましょう。いやー、どうしようかな。岡崎、岡崎行くか。いっそ、いっそ岡崎行こう。動産の4400なんで、徳川家康。いや待てよ、待て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 、456789、酒井忠次、井伊直政来たか。井伊直政来たな。ただ兵数が少ないからな。手を打ちましょう。うん、吉田ね。吉田、岡崎、吉田、浜松、岡崎。いや、本庄直撃します。進め。お、謙信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 、優しい、優しい謙信。ありがとう上杉さん。土下座を見たいだけの。お、決戦で部隊の攻撃力上がり、防御力が下がる。ただ敵の防御側なんで、森林奇襲はしてもしょうがないな。もう向けでいいや。我が力見せてやろう。よし、ぜ、これは全突、全突チャンス。そんなに全突が見たい。いいよ、やりましょう。全軍突撃、我が力お見せ。全軍突撃いくぞ、やったるで。あ、そういえばあの全軍突撃もあのアップデートでちょっと変わったんですよね。なんだっけ、あの間の表情が入らなくなった。我に続け。おっしゃ。そうそう、コマンド入力がスキップされるっていう。早い早い早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、めっちゃ早い、知れました。めっちゃ早い。さすがにクソ早い。敵の居所知れました。そして突っ込んだ、先手必勝。勝頼いった、勝頼がいった、勝頼がいった。このままで全軍突撃はあと3ターン続きます。その後は常の通りご命令ください。この戦で名を上げるのです。強引にいった。もうすごいな、密集してる、密集してる。奇襲、回想ハンド撤退、撤退。これは家康に向かって突っ込んだ、家康に突っ込んだ、突っ込んだ、家康に行った、撤退。だけどそろそろか、そろそろ危なくないですか勝頼さん。あ、勝った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 、勝頼の戦意がなくなる前に勝ち切った。危ない危ない。天下を滑るまで勝ち続けるのに。強引、強引。松平信康、これはね、残念、残念。松平信康、もう終わりかよ、もう終わりかよ。さらば信康、さあこれで、うん、
退却中の徳川家康はかろうじて敵軍の追撃を振り切ったが、将兵はこれは僕すみません初めて見ます。わずか 5、6人の主従で騎乗の途についていた。飢え疲れ果てた家康と共回りたちは途中で小さな神社に備えられてた赤飯を見つけるとみんなで食べ始めた。むしゃむしゃ、ふう、これぞ天佑であるないかがした直政、お主は食べぬのか。私は遠慮させていただきます。ちょっと場合を考えよう。ほほう、慎みの心から食べぬのではありません。もしここに敵が来たならば、私は一人踏みとどまり時を稼ぎ討ち死にいたします。我が骸より我ら主従が上のあまり皆で、社の赤飯を食べたと知れるは恥にございますと。はっはっは、へえ、こんなイベントあったんですね。社殿でいいんですね、ありがとうございます。ほう、これは井伊直政と総大将が一緒に撤退したら起きるイベントとかそんな感じですかね。さらば牧人、さあどんどん落としましょう。次は浜松、浜松はいけるか。皆の者我に続け。さあこれ滝川援軍来てますね。滝川柴田また榊原と合流している。プリプリイベントあるかどうか分かんないですね。報告します。先月の収支です。兵糧がそろそろ厳しくなってきましたね。あと3ヶ月ぐらいが限界。おっ、当初終わりましたね、ありがたい。そして貯水池を作ったり、承知、はい、商人町を作ったり、かしこまった、早速開発しましょう。そして残りは牧場にしよう。承知いたしました。3箇所承知いたしました。砦を一つ作っとこう。かしこまった。さて継続発展 OK。 かしこまりました。そうですね、ちょっとね遠江を取ったあたりで限界ですね。徳川を倒しきるのは不可能ですね、多分兵糧的に。浜松は強行で落とすか。包囲せよ。うん、来たか。次は榊原か。榊原と柴田勝家と滝川一馬、そのあたりですね。本田忠勝イベントでプリプリに近いのありましたか。さあ今回はね、今回は全突しないですよ。ただして、あ、福島だ。福島正則がいますね。よしよし、我が力見せてやろう。まあ今回は素直に左翼あたりに集中して袋だらけにしましょう。覚悟せよ、始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。始めるぞ。お覚悟願おう。覚悟せよ。オッケー、始めるぞ。これより榊原康政の首を上げますよ。かっこいいなあ。先方提案。そう、騎馬がこれね、騎馬って結構快適ですね。いろんなところいろいろはかどりますね。こういう布陣とかポジショニングが楽。おっとっと、さあ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 、
榊原の鎧とし懐かしいですね。クソ強かったですね。よく殺された。オッケーオッケー、各局の陣で待ち受けましょう。そろそろかな、来た、知れました。逃しはせぬ。まず堀さん榊原来た。よし、もうちょっと待つか、もう少し待つか、もう一弾待とう。敵の居所知れました。おっと先手必勝。おお119減らすね。策のある者がいるとのこと。ご命令を。さあこれで一気に包囲を引きましょう。始めるぞ。ゲチ覚悟せよ。ご命令を。ちょっと迂回しつつ始めるぞ。 OK。 我が軍堀直政じゃなくて九太郎の方ですかね。堀の、あ、堀直政か。知れました。名人九太郎って堀秀政じゃなかったでしたっけ。直政じゃなくて。さあ騎馬突撃といきましょう。九太郎じゃない方ですよね。九太郎もっとイケメンですよね。堀九さん、いざ進まん。騎馬突撃、騎馬突撃。さあ魚で足止め。おっと強引に。というかですね、やけにですね、武田勝頼って士気の減りが早くないですか。なんか勝頼妙に士気が減るのが早い気がする。何なんだろう。というか防御力は67しかない。というか他の部署に比べて防御力が低いですね。秋山のごとくよりも秋山よりも低い。いや知略、防御力は知略なんですよ。なんでちょっと知略不足なのかな。よし行こう。おっと狙い撃ちか。さあ榊原回想、志でさらに下がってる。だから結構ね、全軍突撃危ういですね。福島撤退。そうなんですよ、知略の攻撃がしっくりこないんで。僕はね、だから軍略っていう名前だったら別にしっくりきたと思うんですよ。軍略にしてほしい派。これはもう勝ったな。力を合わせよ。オッケーオッケー。喧嘩を滑るまで。オッケーオッケー。勝ち続けるのみよ。岡崎の戦いに勝利。捕獲。はい。殺す。無念。さあどんどん恨みフラグが立っている。さてどう出る。使いの者が来たようです。あ、そういえば本願寺滅んでないのか。使いの者が来たようです。2年の同盟。いや、お、勝ちは揺るぎません。決戦の指揮を取りますか。オッケーオッケー。報告します。北条家の援軍に頼るのあと1ヶ月。オッケーオッケー。そういえば米買おうっと。表情を始める。次はね、商業をがっつり上げていきたいんですけど、皆の考えを聞こう。良き策だ。あ、こんなんでいいか。これにて表情を終える。お、騎馬突撃訓練いいですね。策がございます。逃げ断上、部隊復帰速度上昇大、いいですね。いいのを持ってきますね、みんな。さすが武田や。
騎馬突撃訓練が欲しいから、次は行動増加まで商業を貯めつつ、こっちの軍事のね、騎馬突撃訓練とかを欲しい。あと、小荷隊も早く欲しいな。逃げダンジョンも欲しい。確かに逃げダンジョン欲しかったの、オーダープレイ。ただでさえ早いのがさらに早くなっちゃうよ。よし。いや、方策はかなり違います。我らの勝ちを、勝ち抜きを上げる。 OK。 お、内藤が、内藤さんが仲間になる。行くぞ。そしてもう一戦いけるか。あ、米買うの忘れてた。米買うの忘れてた。はい、米買うの忘れてました。また忘れてた。進め。包囲せよ。さあ、もう一ついけるか。進め。包囲せよ。北笠かきばら。さあ、こっちがさっきとほとんど同じメンツ。脇坂が来た。むしろちょっと弱くなったぞ。我が力お見せいたす。無人系でお任せくだされ。オッケー。こっちの方、どっちもどっちか。右翼に集中しよう。さあ、ここで勝てればカリアは確かに手に入りそうな気がする。右翼に集中して、始めるぞ。 OKOK、 始めるぞ。ご命令。右翼で各局の陣を引きまひょう。敵が全突の可能性。攻撃力は上がってないんで、ちょっとまあ大丈夫かな。行くぞ。どうですかね。まあ大丈夫そうな感じは。今んとこ大丈夫そう。よしよし。どうかな。そろそろね、索敵部隊が見つけてくれると判明するんですが。よしよし。なかなか索敵が成功しませんね。始めるぞ。始めるぞ。策がございます。ああ、勝頼の知略かね。確かにね。ご命令よ。あ、本当は味方側の戦いでしたか、これは。うん、来たか。うん。まあ、ほほう、そういう動きを見せる。ご命令を。覚悟せよ。オッケー。始めるぞ。無形ですかね。敵の居所知れました。見えているぞ。さあ、まずは初撃は。あっちか、敵の本体。まあいいや。これやっぱほんと不思議な動き方しますよね。あの、前に進んで後ろを見て、さらに前、なんだろう、後ろからみたいなね。何なんだろうこれ。後ろ見ながら進んでるから見つかってないでよ、こっち。ちょっと見つかってないんですけど、僕。後ろ見ながら進んでるから。謎すぎるだろその動き方。ほら、奇襲入っちゃった。お覚悟願おう。
何なんでしょうね、これまたまたムーンウォークしてるし、みんなみんなムーンウォークしてますね。ご命令。何なの、エビなのこの人たち。覚悟せよ、お覚悟願おう。始めるぞ。手加減できるほど器用じゃないんでな。敵のこの独特のムーンウォークの動きがちょっと面白くて、でも その結果、その後ろから奇襲しようとすると見つかるんですよね。はい、今日は大使オンリーで日本戦終わるとこまでです。あ、日本戦が始まる前です。はい、今ぞ攻め込め。本当最近すごいハマってるジス・ウォー・イズ・マインもやりたかったんですけど、あれは明日にしようと思います。策のあるものがいるとのこと。いやー、ジス・ウォー・イズ・マインめちゃくちゃ面白いですからね。いや、びっくりした、面白さ。500円で始めるぞ。バット突撃、突撃せよ、突撃せよ、調子おお、もしや決着が近いか。織田仲間さん、裏臭い、調子に乗っちゃって、時にはお調子者攻め込まねばな。始めるぞ。策が裏臭いはもう裏臭いはね、もう本当素晴らしいですね。初戦で降伏して武田に加わったと思ったら、もうお調子者を早速使うという、実にお調子者ですね。知れました。一旦引くぞ。よしよし、ガンガン減らしてる。これは勝ったな、これはもう大丈夫だろう。我が刃、望むは貴様か。敵の居所知れました。あれ、意外に倒しきれない。やりたい前へ。 OK、 かかれ。我が部、天下に示す。このゲームってやっぱりの一番最初の決戦が一番大事ですよね。一番最初の決戦で、そこのお城に乗っかってしまえば、あとはもう迎撃戦できるじゃないですか。やっぱりその一番最初の決戦が一番重要っていうところはね、このゲームの面白いところというか。あれ、もう残り15分なの？無念。なんとなんと、そう、一つ負けたらガタガタいきますね。逆に一つ買ったらガンガンいくんですよね。米買う、今月こそ米を買う。継続発展。さあ、いっぱい作ろう。承知いたしました。そして証券も伸ばし、証券美味しいなぁ。はそして米を取引を行い、兵糧購入、取り計らいます。ありがとうございました。米買いました。よし、 OK で、こっちはまあお米かめて偉いね。これは忍者に減らされてる。ハタノが織田に滅ぼされた。明智の仕業か。ん？徳川家の軍勢が？さだにまさ。いや、いいじゃん。武将配置忘れてた。単純に忘れてました。落ちきらんな。報告します。先月の収支です。証券を伸ばし、取引を行いましょう。ありがとうございます。人を配置する。ただ今ね、だいぶもう上司を任せられるレベルのやつが減ってきてですね、村松殿が上司をやらなきゃいけないレベルになってますね。はっ、あ、援軍が帰ったのか。援軍が帰ったんですね。なるほど。矢沢さん、掛川城に、そして長篠には、真田さんを入れよう。かしこまりました。
そして岡崎城には誰が入るかというと西名。 OK。 徳川はね、皆さんこの状況の徳川ってどう思います？切った方がいいか、どうなんだろうね。歴史的にこの状況になったと徳川を勝頼はどうすると思います？勝頼はどうしたと思います？もし本当にこの状況になったら、貴様の腕は我らは止められぬ、行くぞ。そうね、あ、そうそうね、そうね、やっぱすいません、切ります、ごめんなさい、切ります。我が主力になると思うんですよ、斬首しないと。本田忠勝部隊とか、やっぱり榊原康政部隊とか、武田氏なくなっちゃうんで。かかれ。そして三河武士は斬首で取り囲め。この戦勝ちはもらったぞ。ああ、四天王を残して家康だけ切る。そろそろ世代を考えて。そうか、家康は旧武田の武将を登用しましたが、逆ってわけですね。わかりました。家康と四天王はやはり切ります。家康と四天王は切ります。家康に準じたということにしましょう。ただし、大久保さんとか、そのあたりは、大久保さんとかそのあたりを回収しましょう。はい、戻るぞ。はい、中心っぽいの斬首でいきましょう。はい、とりあえず家康は切ります。何にせよ、あ、台風やん、いいな音がね。もうそれはね、もうそれはもう、それはもう大変なことですよ。先月の終始です。いやいやいや、全員中心と言っといて、石川一政の例があるじゃないですか。ほら、元徳川家の人が早速光り輝いてるし。良き策だ。軍事か、あー、いまいちだな。一回やり直せ。皆の考えを聞こう。軍事が欲しかったんだけど、ちょっといまいちですね。良き策だ。これにて表情を終える。策がございます。あー、いいなおばさだけはちょっとすいません、回収しませんか、赤備えということで。なんか直政直虎は親子はまあいいかなっていう気がしてきた。小荷だ、逃げ男女、ちょっとね、いいなおばさだけはちょっと許してやりましょう。ほら、後に武田の赤備えを率いたことですし。時間、あ、結構硬いな。そうです、直政除名のために直虎が一肌脱いだんですよ。そうです、そうです。かしこまった。ささっと進めましょうかね。直政の首を前にして直虎を即死にする。それはね、織田さんプレイですね、完全に。ちょっと待ってください。承認マッチを作っとこう。はっ。かしこまった。広がったなぁ。はっ。OK。漁村も作っていいの。漁村はあるか。かしこまりました。で、貯水池。かしこまりました。貯水池だけは作っとかないとね、洪水が本当嫌なんで。はっ。承知。はっ。あれ？あ、もしかして洪水で結構壊された？わかりました。は、結構壊されたか、これ洪水で。さあ、吉田城落としたい。終わるか、終わったー。さ、まず家康、本田、酒井、榊原は切りましょう。ここら辺は切ります。そして
あとはね、半蔵もね、言いましょう。瀬名姫ね、瀬名姫はちょっとすみません、好きだから残そう。瀬名姫もね、僕ね微妙に好きなんですけど、すごい大好きってわけじゃないんですけど結構好きで、本田正信も残念ながら君も主君に準じたまえで、鳥居も死にましょう。大久保一家はね、大久保一家はどうしようかな。水野、徳姫、あら、徳姫か、いや信長の娘か、石川もか。石川って数正じゃない方ですよね。大久保、すいません、やっぱり大久保を処しましょう。大久保もダメ、大久保も処分、大久保も処分で。本田重次も処しましょう。大久保整頓しましょう。で、あとはまあ大久保整頓、おなごは残す。酒井も切りましょうかね。松平は切る。近藤、稲、石川ね、よし、これでいいでしょう。あとはなんか渡辺守綱いいですね。あれ、本田正信も僕のね、確か整頓したような気がします。入ってます、整頓リストに。奥平も整頓、わかりました、奥平も整頓しましょう。じゃあ奥平も整頓で、酒井がもう一人残ってました。稲、石川、一色、こんな感じかな。あ、本当は一人残ってる。よし、すいません、仏の光力は仏なんで許してあげます。仏の光力は許しちゃう。僕が石川はね、和正がね仲間になるからね。わかりました、石川和正以外の石川を切ります。じゃあ後の石川は皆殺しで。ワールドカップ、はい、ワールドカップが始まっちゃうんで、こんな感じで結構ゆるゆるで。さあ、あとは皆さんさようなら。徳川家康、本田忠勝、酒井忠次、榊原に、服部半蔵、その他。はい、井伊直政士官、我が愛民ここで止まるか。おっと、父上が討ち取られたですって。まさかそんな、よし、さあ、じゃああとは最後の戦後処理が必要ですね。お、いや、徳姫って誰に嫁いだんでしたっけ。報告いたします、史実だと。先月の終始です。謙信が上杉が動こうとしている。信康か、あれ、ちょっと待ってください。あ、北条氏直に嫁いだやつですよね。ですよね。じゃあ、北条氏直に嫁ぐ予定だったところを、じゃあ側室に向かいましょうかね。まず井伊直虎を、はい、側室へ。かたじけない。はい、そしてこっちの徳姫を側室に。ありがとう。よし、これで戦後処理は完璧かな。あと正室って言えば、正室をどうするかっていう話で、可愛い千代目を迎えてもいいんですけど、あ、瀬名姫ね、あー、しまった、瀬名姫、徳姫、側室にしてもよかったですね。ぬー、瀬名姫欲しかったな、まあいっか。よし、まあまあまあ、これで大体戦後処理が終了したということで、
はい、いや、ナオトラは、即室にしました。すいません、僕が。速攻即室にしました。ナオトラと徳姫を即室にしたというところですね。じゃあ、これで、第1回の勝頼放送は終了させていただきます。多分、次が最終回かな。多分、織田を攻めるか、性質いないんですよ、まだ。少しは一族にも女を分けてあげてください。はい。あとね、次回で多分、剣心と、信長とちょっと白黒つけましょうというところですね。はい。じゃあ、これにて1回放送は終了させていただきます。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。じゃあ、日本でも応援しましょう。では、お疲れ様です。失礼します。